やり方はホームベースの奥にですね、えー、あのように四角を作っておきますであの四角に向かってボールをまずは軽い力で落としていくというところから始めていきます、えー、例えば右バッターを想定したときにあのグリーンのテープあちら側に落としていければこれはインコースに投げていくっていう感覚になりますねで逆にブルーのラインあちら側に近づけば近づくほど アウトコースに投げてていいくという感覚にになってきますでさらに黄色のテープ奥側ですね奥側を狙っていくことによってボ手前のあの赤いラインあそこに落としていくっていう感覚は低めに落としていくフォークボールとか、えー、例えば縦のスライダーとかその感覚を養っていく練習にもなります。